国立環境研究所の松橋圭介です。脱炭素に向けたまちづくりの研究を主にやっています。まちづくりの仕事をしようと初めは考えていたんですけれども、国立環境研究所の先生の講義を受けて研究者になるのが面白いかなと思って選びました。SSP はシェアードソシオエコノミックパスウェイズというものの略語です。気候変動の研究をするときに、その背景になる社会と経済の状況を揃えるための共通のデータになります。気候変動に関しての緩和策あるいは適応策の評価をするときに、社会経済の状況を比較揃えて、それによってモデルの結果を比較しやすくするためです。世界の SSP では、世界全体の平均的な見方をしていますけれども、それぞれの国の現況ですとか将来の計画を反映したシナリオが必要だと言われています。それで他の国でも取り組みはされています。 SSP には5つ設定されています。で、 SSP はその適応策の困難性と、それから緩和策の困難性の2つで分けられています。で、一番中間にあるものがこの中庸 SSP2 です。で、これに対して適応策も緩和策も行いにくいような地域分断が起きてしまう社会を SSP3 と想定しています。で、反対に適応策も緩和策も両方やりやすいものとして SSP1 というものを設定しています。で、それから、緩和策は行いやすいんですけれども、適応策は比較的行いやすいというものが SSP の5、化石燃料に依存した発展というものがあります。で、反対に適応策は取りにくいんですけれども、緩和策は行いやすいというものが SSP の4、格差というシナリオになります。以上5つが設定されています。で、次にこの SSP に中庸の場合について詳しくイメージを絵で示しましたので見ていきたいと思います。これから起きることとして、都市化の状態がどうなるか、こちらが都心で、それから郊外というふうに分けています。で、それから人口が、日本の場合は少子高齢化が起こることで、減少していく、そういうことが起きます。それから地方自治がどうなるか、幸せの尺度がどうなるか、で、教育、エネルギー、産業、国際関係、農業、漁業、自然環境などについてそれぞれの特徴を書いています。これは中庸ですので、日本がこの先どうなっていきそうかということの平均的な姿を書いたものです。次にSSP の3、地域分断のケースについてお話しします。地域分断の場合には、このように道路が荒れているようなイメージで示されています。緩和策も適応策も行いにくい社会の状態です。他者に対して不寛容であったり、地方自治がうまくいかないですとか、人口が非常に減ってしまう、それからインフラもうまく整備されていない、そういったことが絵で示されています。次に、適応策緩和策両方取りやすい SSP の1、持続可能な姿です。都市では拠点連携型で効率的な都市の構造になっています。で、シェアサービスも普及するということを見込んでいます。教育レベルが高くて地方自治などもうまくいっています。で、出生率が上昇する、多様性を認める、産業も地域の特性を生かした産業が発達する、そういったことを示しています。では次に、適応策が取りにくい格差の SSP4 についてお話しします。これは、市街地都市のところでは発展してるんですけれども、高所得者が住んでいるんですけれども、その周りに低所得者が住んでいる
といったことですとか、地方自治が分断されているということなど、いろいろな格差が起きている、二分化しているということをイメージで表しています。まあ、これによって、適応策が取りにくいという、そういう状況を示しています。で、次に SSP の5、化石燃料に依存した発展のイメージです。これは道路でいうとコンクリートロードというもので表されていまして、高速道路などが張り巡らされているという、そういうイメージになります。で、外国人労働者が増えて、国内で産業を活発に行うという、そういうシナリオになっています。で、産業、ものづくりを中心に発展する、エネルギーでは化石燃料に依存した社会というものです。で、こうした、日本版 SSP のイメージ図と説明は、こちらからご覧いただけます。で、その文章ですとか絵はご自由にご利用いただけます。国関係のウェブページからダウンロードすることができます。で、先ほどのイラストの内容というのは、このようにすごい細かい字ですけれども、文章でも説明しています。で、これはもともと世界の SSP を日本語にまず翻訳します。で、世界のことが書いてあるので、それを国のスケールに変えてやります。で、それから世界の特徴と日本の特徴というのが違いますので、日本の特徴が出ている部分についてはこのように赤い字で示すということをしています。これによって世界の SSP12345 に対応する日本の12345SSP のシナリオというのを文章でも書きましたし、先ほどお示ししたような絵でも書いています。それでは人口のシナリオについてお話しします。人口のシナリオ、全国の人口は公開情報から選んでいます。国立社会保障人口問題研究所のページからダウンロードすることができます。 SSP2 は中央のシナリオですので、出生注意、死亡注意のシナリオです。 SSP の1は出生が高位というシナリオになっています。SSP の3から5については詳細結果表の条件付き推計というところから選んでいます。 SSP の3では最も出生率が低い 1.00 というものを使っています。 SSP の4では次に出生率が低い 1.20 というシナリオです。 SSP の5は外国人の移動が25万人2035年にというシナリオを使っています。では次に世界の SSP と比べて今選んだ日本版の SSP の数値がどうなっているかを見ていきます。世界の SSP の中では日本は豊かな OECD の国のグループに入っています。その場合 SSP2 の注意の出生率を使った数値というのはこの黒の点線の値になります。この数値を見ますと2100年に7500万人くらいという推計になっています。一方、日本のデータを見た場合に SSP の注意の出生率のものを見ていきますと2100年に6000万人という推計結果になっています。そのためここでは日本版の SSP としてこちら右側の方の数値を使うようにしています。GDP のシナリオについては1人当たりの GDP の数値については豊かな OECD で使われている日本版の数値をそのまんま使っています。それと先ほどの人口の値を掛け合わせたものが国の GDP のシナリオになっています。このグラフの実線で SSP の1から5の日本版の SSP の GDP を示しています。こちら2050年の人口分布になります。総人口は先ほどお話しした通りなんですけれども、それ以外にも
SSP の1から5の間で都市部により人口が多いか、それから都市部の中でもより都心あるいは郊外どちらに人口が多くなるかという傾向を分けて推計しています。で、遠くから見るとあまり大きな色の違いはわからないかもしれないんですが、これによってそれぞれの地域では少しずつ人口が違うというデータを提供しています。これは A プラットからダウンロードすることができます。次にそのデータを使って土地利用のシナリオというものも計算しています。これは2050年の水田の面積率です。人口がどうなるかによって土地利用がどのように使われていくかということをモデルにして推計した結果になります。A プラットの中に日本版 SSP 別人口シナリオのページがあります。ここから、市区町村別の人口シナリオ、それからメッシュ別の人口シナリオについてはダウンロードすることができます。土地利用のシナリオに関してはリクエストをいただいてそれに対してデータ提供するという、そういう形で進めています。はい、A プラットの中にお問い合わせのページがありますので、こちらからお問い合わせください。自治体の人は将来の人口がもうはっきり一本定まるっていうことを好むので、研究の人は将来が不確実だって分かっているので、こういうシナリオの考え方っていうのは取りやすいんですけれども、なかなか自治体ではまだシナリオっていう考え方が取られないんですね。本当のところはどこなのか科学でやったら分かるだろうっていう感じでいるので、そういった考えが少し変わって、その2つのシナリオでそれぞれ計算してみて、でよりその影響が少ないシナリオになるようにまちづくりを進めるっていう、そういうところに使ってもらえると一番いいと思います。こうして見ていくと SSP1 が一番望ましいじゃないかというふうに皆さん思われると思います。その結果として SSP の1のような社会をみんなで目指そうということになれば、それはとてもいいことだと思います。一方でなかなかそういうふうに進まなくて SSP の3のような社会になってしまう可能性というのもあると思います。そうした時でもきちんと緩和策適用策が取れるように考えていかなければいけないということで、こういうシナリオという考え方が使われています。はい、GDP についても地域別に計算するということを考えたんですけれども、なかなか難しくてそれはできていません。 OECD の発表した数値をそのまま人口にかけるという方法を今のところは使っています。これからそういった地域別の経済活動をモデル化して推計するような取り組みっていうのは進んでいくと思います。それを待ちたいと思います。で、それから人口の分布に関しては今回のシナリオでも反映したものと、それから反映していないものと2種類のデータを提供しています。先ほどのホームページで両方提供していますので、比較していただければと思います。これから適用計画を各自治体で作っていく必要があると思います。そういった時にその地域独自のその特徴をきちんと反映した結果を見せてやることで、いろんな多くの人が参加してその計画を作ることができると思います。そういったことに貢献できると非常に嬉しいと思います。熱中症の将来予測っていうことを行っておりまして、気候変動が、熱中症の搬送者数にどのような影響を与えるかといった分析を進めているのですが、その分析を行う際に例えば2050年ですとか2100年 の、 人口がどうなっているかといった社会経済の前提ですね、そこを設定するために日本 SSP を活用しています。行政機関ということもあってですね、研究の成果を例えば他の市町村ですとか県の内部の方で説明をしたりとかいう機会が非常に多いんですけども、その際に日本 SSP というのがどういった方法で作られていて、何を目的にしているのか、あるいはこれからどういうふうに広がっていくことが期待されているシナリオなのかということを
分かりやすく伝えるテキストですとか資料があると非常に助かります。どうしてもプロジェクトが終了してしまうとメンテナンスが行われなかったり情報提供が行われなくなってしまうということがあったと思います。適用計画っていうのはやはり、50年100年という長いスパンで見ていく必要があるので、ぜひ研究者の方もですね長期的にわたって、シナリオのメンテナンスと開発を続けていってほしいと思っています。